トヨタパッソ設定、パッソ設定、パッソ設定は、ダイハツ工業が製造し、トヨタ自動車が日本で販売していた小型ミニバン。ブーンルミナス、以下、ルミナスの姉妹、OEM 車種であった。通称、セッテ。当時の5人乗りパッソは、両社の共同開発で、ブーンの OEM でなかったのに対し、セッテは、トヨタと車両企画力を結集した上で、 ダイハツが開発と生産を担当したため、ルーミナスとは OEM 関係になっていた、形式が共通であったことと製造事業者がダイハツとなっていたのはこのため。広くて使いやすい7シータースタイリッシュコンパクトをコンセプトに扱いやすいサイズのボディに5人がゆったり乗れ、たまに7人が乗るような顧客をターゲットに開発された。本来は2003年。 平成15年発売の初代、シエンタの後継車種として期待され、同じトヨタカローラ店扱いとされたが、当面の間併売の措置が取られていた。排気量 1.5L、三列シート7人乗りム2番という点では、初代シエンタと同じではあるが、シエンタは、初代ビッツ系のプラットフォーム、トヨタ NBC プラットフォーム、そしてリア両側にスライドドアを採用するという、大きな違いがある。 メインターゲット層は、三十から四十代の子を持ちの女性都市、CM 出演者はその層の女性に、人気の高い、富岡義子、道鎮厚子、美佐子、霧田さゆり、石崎直美、沙織、結城頃もの、七人の女性ファッション誌モデルを起用。しかしあまりにもターゲット層とはっくした、現実離れしているセレブ的主婦像を描いた内容が、大品宿を買ってしまい、挙句の果てには、 ルミナスの方が売れてしまうという惨憺たる結果に終わった。CM コピーは私たち主婦でママで女です。外観は背の低いワンモーションフォルムになっており、スペース効率を大幅に向上させ、大人7人がゆったりと座れるようにすべくパッソ比で、 全長プラス 580mm、全幅プラス 20mm、全高プラス 85mm、拡大され、ホイールベースも 2440mm から 2750mm へと、大幅に延長された。この結果既存のダイハツ系自動車用プラットフォームを母体としたミラムーブタントなど、車種の中では、席と車両操縦量が最も大きかった。 エアログレードは前後エアロバンパートリアスポイラー、ドアミラーウインカーやフォグランプを装備していた。ボディカラーは全球色の展開。一方インテリアは広々とした印象を演出するために左右にこう描くデザインになっていた。シート表皮はグレードによって異なり、廉価版はグレージュ、ベージュのダージ生地、中間グレードはグレージュのトリコット、エアロ使用車はダークブラウン、焦げ茶の、 ジャージ生地を採用していた。シート形状は、フロントはグレードによって、ベンチタイプとセパレート体の2種類、それ以外は全グレード共通となっていた。2列目は3人掛けであるが5、5の分割型で、シートスライドと背もたれ角の調整が個別に行え、3列目は短時間の定員確保用で、小ぶりで平板なベンチシートとなっていた。 2.3列目の背もたれは前倒した際にほぼ同じ高さで平らになり、過失としての使い勝手を向上させていた。そのため背もたれは低く、ヘッドレストのステーを長くして、衝突安全性を確保していた。ヘッドレストは定員分備わるが、シートベルトは2列目中央のみが2点式となっていた。女性がメインターゲットとされるも、老若男女を問わず誰もが扱いやすいよう、 運転のしやすさと同時に、各部の操作や収納場所には、様々な工夫が凝らされていた。安全面においては、コアボディーブド付け ABS&2 段ブレーキアシストや、デュアル SRS エアバッグに加え、サイドカーテンシールドエアバッグ、X グレードを除き全車標準装備、VSC&TRC、全車カーオプションを用意することで、安全装備の充実を図っていた。 エンジンは5人乗りパッソから大幅に増加した車重に対応すべく、3SZB 型直列4気筒 DOHC16、バルブ 1500cc、VVT、I エンジン、BB、クーやラッシュ、BE5、タウンエース、ライトエース、両車ともにグランマックスの日本仕様などと同じを搭載していた。トランスミッションは全てインパネシフトの電子制御4速、AT であり、 パッソとは違いマニュアル感覚の変速操作が楽しめるシーケンシャルシフトマチックを採用しており、パッソでは一部グレード未装備のタコメーターを全車標準装備としていた。また、途半制御により、上り坂では変速の繰り返しを抑え、長い下り坂では状況に応じてシフトダウンすることで滑らかな坂道走行が可能であった。販売上でライバルと目される ホンダフリードとの比較では、パラレルハイブリッド機構、一部のみ、スライドドア、2.3列目席の大きさと居住空間、2列目、ダブルホールディング、3列目跳ね上げの完全収納、全席3点式、シートベルトなどで劣勢となるが、設定とルミナスではそれらを見切る代わりに、販売価格を149万円から、ルミナスは153万5千円からと、低めに設定していた。 しかし、当社種の登場からおよそ6ヶ月後に始まった、エコカー減税に同社は販売終了まで対象外で、あったことや、支援タとは異なり、リアドアが、スライドドアではなく、オーソドックスなヒンジドアである、点、前日の CM 戦略の大失敗が影響し、販売的には、大苦戦を強いられた。イタリア語で7を意味する、セッテが語源。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。